あ、なんか敵キャラが来てる。まあ、あいつら無視で行こじゃあ俺も戦うよ。ナイス。すげえ、なんか弓矢撃ってくるやつもいるな。こっち？こっちなの？こっちなの？あれ？はぐれた？嘘？あ、いた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 。お、いいね。なんかゲージが溜まってる。え、こんなとこまで行くの？こんなとこまで行くの？マジで？こんなとこまで行くの？砂探すのに。意外とねえんだな。サラ砂だろ？そらねえか、普通は。おー、ナイス！落ちるかと思った、今の正直。よし。結構歩くなぁ。ちょっと疲れた。腹減っちまったよ、俺。肉とかねえの、ここ。まあ、てか肉持ってないお前。あ、てかお前肉じゃんみたいな。どんどんもう腹が飢えていって、人間がもううまそうに見えるみたいな。ここ？ここ？肉なんてね、あ、すいません。ここ？やばい！危ねえ。あ、ここか。おー、すげえ。俺がかつて昔、常駐してた現場にちょっと似てるな。この辺か。ほうほう、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど。ちょっといっぱい取ろう。てか、帰んのが大変だよな、これな、でも。これ、シャベルとかスコップが、ないな。ここでアリンス。持ってる？おお！有能社員。しかも鉄のシャベルじゃん。おお、効率的だ。お、何これ？あ、ここで焼こうってこと？これ逆じゃない？これ。こうでしょ。雲の目。え、何？雲の目って何？ここでも一旦なんか、この蜘蛛の目食べれる？あ、そうなの？は？え、なんでそういうことすんの？なんでそういう嘘をつくの？うわ、でも随分遠いとこまで来ちゃったな、俺。これ帰れないっしょ。どう考えても帰れないっしょ。なんか食べ物を食わないと。無人島じゃんだって。
なんか食い物ない？食べ物作れないってか。食べ物生成できない。え、なんか誰か来てる。誰か来てんじゃん。誰か来てんじゃん、あれ。え、嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ。誰、敵？あー、嘘！おったんだよ、ここまでの時間は。はい、ということで、どうも、先ほど、砂の悲劇から戻ってまいりました。はい。で、まあ、遺品はなんか一緒に同行してくれたやつが回収してくれたということなんで、なんか、何？今、なんかモンスターボールの看板とかもできてんの？何あれ？なんか見えるよな？てか、なんだこれ？ こんなとこあったっけ？なんか見えるし、なんか見えるし、羊もなんか色鮮やかになってるし、なんか、着々と僕の知らないところで、現場が、現場がね、動いてきてます。現場の動きは、何あれ？ なんだよ、あれ、すごいな。うわあ、もうほぼ完成じゃねえか、これ。あ、すげえ、なんか中身まで。あれ、なんかこんな綺麗だったっけ？なんか棚がある。うわ、すごい。ということで、ちょっと本動画もね、いよいよクライマックスを、迎えるかというと状況なんですけれども、これなんだよ、これ。すごいな。まだ青天井だけど、これさっき俺が砂を集めてこいって言われたら、この道路のこれを、だから要は作りたかったんで、これを。これだよな、つまり。ちょっと削って試しに取ってみるね。え、嘘。あれ、出てこなかった。嘘。あ、ごめん。なんかてっきり出てくるのかと思った、俺。あ、この辺にあるじゃん。え？すまん、ちょっとリカバー、俺するわ。ちょっとつるはしがないから、削り取れないと思う、これ。つるはしがないから削り取れない。これだよね。出てこないんだ。あ、出てこないのか。ああ、ありがとうございます。うわー、ごめん、焼き石を潰しちゃった。うわー、もったい、ごめん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 。おお、でもなんか民家ができてきてる。すげえ。わあ、すげえ、ちゃんと構造的に作られてる。わあ、できてきたな。俺はもう、どうしよう。俺もう、家帰っててもいいかな。むしろ家帰った方がいいのかな、俺。あ、みんながあそこでなんか焼き石作ってんだ。うわ、てか宙に浮いてる。すげえ。2階ちょっと作ろうよ、せっかくだし。で、2階なんだけど、やっぱり階段とかのさ、質、なんだろう、材質にもこだわる。で、階段はどっから伸ばそっか。階段どっから伸ばすのがいいかな。階段やっぱこっからだよな。この辺から伸ばそう、階段は。この辺から。上に向かって、この辺わかる？この入って左、一番左の端。うん、この辺がちょっと階段伸ばすっていう流れにしよっか。もちろん羊毛で。
なんか なんかいる。ポケモンセンターのお姉さんがいる。完全にポケセンのお姉さんだこれ。おお、なんかすげえすげえ、掘ってる。掘ってるなあ。この辺まで道路伸ばすと。で、ここ地下、ここって地下ではないのか。え、てか丸い、あ、これ手伝うわ、俺。これ手伝う、これ。俺、ここ手伝うよ、これ。あれでしょ？ここ一段開けるんでしょ？手伝うわ。あ、ツルハシあるから。この辺まででいいか。これスコップの方がこいついいな、よく見たら。すげえ、てかみんななんか、あ、なんかモンスターボールできてんじゃん、あれ。ちょっと待って、スコップ後で、てかスコップ自分で作るか。と言って作らないみたいな。いや、でもみんなすげえな。これは上からポイポイ掘ってるけど大丈夫あれ。なんか上から降ってきてるのは何これ。これは黒い羊毛。すげえこれ、見てこれ。見てやこれ。完璧やん。ほぼ正面はもうほぼ完璧やな。あ、で何、あの右上にまたポケモンセンター作んの？の、あれ丸を。ここ開けたらどうなの？ああ、すごいね。浮いてるな、浮いてるんだ。おお、なんかこっから見えるポケモンセンターがなんか、神秘的だよね。荘厳的だな。ああ、ああやってハイライト入れるとまたなんかちょっと違ったモンスターボールになるね。立体的になる。なんか、立体的だな、あっちは。あっちはなんというか、ちょっとドット絵っぽい感じだよな。あっちはドット絵、こっちは立体的、本格的なモンスターボール。てかすごいなあれ。俺間近で見に行っていい？今から俺ちょっと間近で見に行くわ。あ、誰か多分ここで死んだな。ちょっと間近で見に行く。あう、どうも、来たよ。来たよ。おー。こうなってるんだ。すげえ。いや、別に壊さなくていいよ。あれ、取り壊す必要ないよ。あれ、別に何個あってもいいじゃん。せっかく作ったのに。ちょっと落ちそうだな。落ちそう、これ。あーい、ま、ふざけんなや。オッケー。おお、すごい。右上のモンスターボール浮いてる。なんか、あれなんか逆に怖いな、あれ。ちょっと怖いぐらいだな。よし、じゃあちょっと俺ここに台座作るからさ、お前ちょっと黙って見てろよ。で、はい、皆さん、集まってください。集まれる人だけでいいけど、今、なるべくみんな集まってくれ。修練を始める。見ろ、朝日が昇り始めた。お前ら、大ダメージ受けてまでも来たな。オッケー。お、だから、まだ結構みんなまだいるんだね。ありがとう。みんなのおかげでね、かなり、いいものが出来上がってきています。おい、だから、落とすな、そうやって、お前。落とすな、ほんとに。ちょっと待って。はい。
はい。これからの予定を話したいと思います。これから、このプロジェクトはまあ収束に向かっていくんだけれども、大きな話としては、ポケモンセンターにちょっと2階を、作る必要があります。まあ、必要というか、まあ、作りたいよね。あの、スケールだったら。うん。なんで、明日以降、ポケモンセンターの2階を作っていきます。で、この先々の話になるけど、ひょっとしたらポケモンセンター、これだったらもう多分、もう完成も近いと思うし、まあ、完成させて、またその後、この多分この街そのものをもう、開拓していこうっていう案件も多分来るんだよ。あの、ちょっと、今、クライアントの方とちょっとお話ししてたんですけども、やっぱ、ちょっとチラッと見たらしいんですね、お客さん側が。で、その評価としては、あの、もう S ランク。うん、この業界ではもう S ランクってなかなか取れなくて、この建築業で。うん、S ランクの評価を下してくださったので、多分次の案件もうちを選んでくれると思っていて、で、今度は次また来る案件としては、ただこのポケモンセンターよりも絶対もっと大きいな。だから落とすな言ってんねん。なあ、落とすな言ってんじゃん。落とすなって言ってんじゃん。落とすなって言ってんじゃん。なあ。お前。ひどいよー。ちょっと待て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 。待て待て、ちょっとみんなちょっと。頼む。閉じ込めるか、ここに。オッケー。これでオッケー。雨降ってくるし、もう最悪じゃん。雨降ってくるし最悪やし、なんかできてない？